カサ DNA 研究所の平川です。私たちが今作っております植物のゲノムの統合ポータルサイトプラントガーデンについてご紹介いたします。で、2011年から我々は PGDBJ と呼ばれるデータベースを作ってきておりまして、例えばオルソログや DNA マーカー、リソースといったようなデータベースを作りまして、それをそのここから見ることができるものを作ってきております。その後は次世代シーケンサーが普及してきまして、いろんな植物で全ゲノム情報が次々と公開されてきています。で、それに伴って、いろんな品種間や変異株が持つゲノムワイドな多型情報を、迅速安価に、シーケンシングして収集することができてきました。で、それによって、医師間での、そのゲノム情報の比較が必要となり、また、増え続けるそのゲノム情報を、統合すると、またその品種や系統などの、個体ゲノム解析による多型やハプロタイプ検出、こういったことが今後必要になってきて、現在必要になってきております。そこで2018年からプラントガーデンと呼ばれるその NGS に対応したデータベースというものを作っておりまして、この PGDBJ からこのプラントガーデンに現在移行を行っております。で、このプラントガーデンの特徴は NGS に対応しておりますし、あとそのユーザーが持っているデータをこれを使って解析するということができるようになっています。で、ツールを提供するということを行っております。で、プラントガーデンはこの URL で公開しておりまして、ゲノムやトランスクリプトムやプロテオム、こういったその、情報を、ここのポータルサイトから閲覧できるようになっています。で、ゲノム配列は論文が公開、植物のゲノム配列が公開されると、NCBI で公開されるんですけど、その後各研究機関で、配列を更新していって、で、新しい情報というものはその各研究機関で、持っていることが多いです。なので、どこのデータベースを見に行けば最新の情報が取れるかということがなかなか分かりません。なので、最新のゲノム配列が見れるポータルサイトというものを作っております。で、ここで植物種を選択して見ることができるようになっています。で、現在そのゲノムが解読された植物種は大体400種類ありまして、で、そのうち染色体の本数まで収束しているものが大体90種類あります。そのうち100種類を現在このプラントガーデンから公開しています。で、またそのリファレンス配列、これも扱いますと、そのリファレンス配列を見ることができ、ゲノム配列が決められた配列を見ることができますし、また文献からキュレーションしている連鎖地図や DNA マーカー、QTL といった情報をここから見ることができるようになります。またツールですね、解析してみようというところからはスニップを解析することができますし、またアノテーションを高速につけるといったこともできるようになっています。で、このプラントガーデンはこういったことで、ユーザーがより、有益なゲノム情報を効率よく取得できるようなシステムを作るということを目的としています。で、そのために、プラントガーデンを作っておりまして、またその、NGS の、そのゲノム情報というものを、ブラウザー J ブラウザーと呼ばれる、ゲノムブラウザーに、集約させると、これを見ることで、遺伝子と多型の関係が分かるといったものを作っています。またこれはその遺伝子の配列間の類似性をもとにデータリンクを構築するということも行っておりますし、また解析するの開発提供も行っております。こういったその4つの課題を行っております。で、このページでトップページから植物種をクリックしますと、これはミヤコグサの例なんですが、そのミヤコグサの基本情報、科名とか学術名を見ることができます。また、DNA マーカーを、検索する、SSR とか CAPS とかいったような DNA マーカーを検索することができますし、また、どういった遺伝子や形質との、QTL の解析結果ですね、形質との、どのゲノムの領域が形質と関係しているかということも見ることができるようになっています。で、また、SNP、また、登録されている配列に対しまして、ブラスト検索をすることもできるようになっています。また、配列 の、 そのバージョンですね、次々にその配列が、更新されていくんですが、そのバージョンが登録されておりまして、最新のバージョンを見ることができるようになっています。またその解析ツールとか、あと旧サイト PGDBJ に対するリンクもあります。こういったその情報を、現在その100種類で公開しております。で、これはその実際に公開している内容ですが、そのゲノム配列の学名とかシーケンシングの方法とか、そのどうやってアセンブルされたかといった方法も書いております。またその推定ゲノムサイズとか、どういった論文を見ればいいかということも書いております。またその、遺伝子の、ID 入れますと、その遺伝子の、詳細情報が見れるようになっています。
で、まずその、ゲノム配列からその必要な部分を切り出すということもできるような機能もついておりまして、まあ、その、染色体名と、まあ、開始位置、ポジションを入れると、その配列を抽出することができるようになっています。また、こちらはその最新 の, そのゲノム配列の情報ですね。ゲノム配列とか、遺伝子の CDS、PEP、トランスクリプト、アノテーションの情報、まあ、こういった情報を見ることができるようになっています。で、現在のところだと先ほど申し上げたんですが、まあ、100種類のゲノム配列の情報を見ることができますし、これは早いアノテーションと呼ばれるそのアノテーションをもう一度付け直したものなんですが、統一した手法で付け直したものなんですが、まあ、それをまあ14種類の植物種で見ることができます。あとまあ DNA マーカーが26種類、あと形質関連連鎖間、連鎖地図が1種類、まあ、こういったその情報をまあ見ることができるようになっています。で、これはあの順次ですね、新しいデータを今公開しているところです。で、こちらのゲノム情報の、ブラウザへの集約についてですが、この J ブラウザというものに、ゲノム配列、これは宮古草の例なんですけど、ゲノム配列とか、まあ、遺伝子の配列のポジションを、まあ、ここに、集約させる。あと、これはその PGDBJ で、文献からキュレーションしてきたその DNA マーカーと QTL 情報を、まあ、ここに載せるということを行っています。また、これはあの SGBI の SRA で公開されております、そのゲノムのリシーケンスデータですね。品種とか系統の違いのデータを、まあこのリファレンス配列にマッピングして、でどこに多型があるかというのを見ることができるようになっています。あと、現在その文献からですね、有用遺伝子とか DNA マーカー QTL を、キュレーションしておりまして、それも集約しています。で、これを、J ブラウザを使うことで、その品種や系統間でその、ゲノム間の多型がどこにあるかということを、まあすぐに見ることができるようになっています。また、そのスニップのポジションをこうクリックしますと、そのスニップが、非同義置換か同義置換かといったようなそのスニップアノテーションも見ることができるようになっています。で、現在、まあ、49種類について、公開しているところです。で、こちらの、遺伝子 の, その配列の、アミノ酸配列の類似性に基づいて、植物間のリンクを結びつけようと。いったような、まあ、情報基盤を、基盤情報を、まあ作るということで、現在、大阪大学の方で進められている、ものになります。で、現在、52の植物種に続きまして、総当たりの、アミノ酸配列の比較を行って、クラスタリングをして、おります。で、まあ、今後その、植物種の、がどんどん増えていきますので、まあ、それをどうその、配列を加えていって、まあ、効率よくクラスタリングしていって、まあ、配列の創造性を、調べることができるかということで、その手法をですね、今開発しているところです。で、まあ 全配列間の、総当たりのクラスタリングをするよりも、科で分けて、で、科の中で、クラスタリングをして、でそれらの、プロファイルを、まあ、比較して、最終的に全体をクラスタリングするという方が、まあ、計算がスピードが速いということで、まあ、こちらの、手法を今開発しているところです。で、対象としているものはですね、やはりその、まあ、稲が多くて、あとマメ科とかアブラナ科、まあ、こういった植物種に対しまして、遺伝子の、クラスタリングを行って、まあ、それらの遺伝子の情報をもとに、植物種をつなげていくということを行っています。で、こちらはその解析ツールの提供ということで、スニップ解析のツールなんですが、プラントガーデンのトップページに、スニップ解析をするというボタンがありまして、そこをクリックしますと、まあ、こういったその、ログインのページが出てきます。で、ここで、アカウントとパスワードをまあ入力しまして、上げると、こういったスニップ解析を行うことができるようになっています。で、これはフリーで利用することができまして、このプラントガーデンアットマークカズオ RJP にご連絡いただければ、アカウントパスワードを発行いたします。で、これでまあログインいたしますと、こういったそのメニューが出てきまして、で、お手元の、まあ、NGS のデータ、まあ、イルミナのショートリードのデータをアップロードして、あとそのリファレンス配列もアップロードしてあげると、まあ、その、イルミナリードのクオリティチェック、トリミングとかマッピング、スニップ検出までしてくれて、結果が VCF ファイルで、ユーザーに返ってくると。で、その、VCF ファイルを、まあ、IGV などを使って、まあ、手元で見て、どこにスニップがあるかということを調べることができるようなツールになっております。で、こちらは、高速アノテーションツールで、ハイアノテーションプラントと呼ばれるもので、このアンドレアというものを作っているんですが、これはその、ユニプロット KB の緑色植物の、遺伝子セットに対して、U サーチという高速なサーチを、ブラストよりも早いんですけど、まあ、それを行って、アノテーション付けすることができるものです。
で、まあ、これ、手元の、配列、遺伝子配列を、アップロードします。すみません、これは GitHub で公開しているんですが、まあ、これをインストールいたしますと、お手元のその遺伝子配列をここでアップロードしてあげて、で、まあ、そのヒットさせる、本数とか、あとその E バリュー、相当性とか、まあ、こういったそのパラメータを入力してあげると、そのトップヒットのリストを作ってくれるといったようなものになります。でこれは非常に早くて、まあ、数時間で計算が、普通そのブラストを使うと、まあ数日かかるものが、まあ、数時間となるといったようなものになります。で、あと、まあ、その各遺伝子に対しまして、まあ、EC 番号をつけたり、あと、GO の、まあ、BPCC、MF、まあ、こういったその、GO のアノテーションをつけるというようなこともできるようになっています。これも GitHub で公開しておりますので、フリーで使うことができます。で今後の予定ですが、植物種400種類ありますので、まあ、それについて拡張していくということと、あとキュレーション、まあ、これは今まで手動でやってたんですが、それを、まあ、植物種がどんどん増えてきてますので、マニュアルでやってると大変ですので、それを、まあ、半自動化して、キュレーションするということを今進めています。であと、ターベットデータベースとの連携ということで、バクテリアのマイクロ DB と連携しまして、まあ、ホロゲノム解析、これは植物と微生物学相互作用、まあ、この内容で今連携を図っているところです。あと、筑波大学との共同研究で共同開発でキーワード検索を、まあ付与するということと、あと、スニップ解析のを、まあ、コンテナ化しまして、まあ、手元で解析できるツールというものを、遺伝研と共同開発をしています。あとこれは海外で育種プラットフォームゴビというのが作られているんですが、これはギャラクシーとか、あとその育種に必要なツールを提供しているところがあるんですが、まあ、ここと連携して行きたいと考えております。